軍総司令官も認めるウクライナ軍の苦境。砲兵火力はロ軍のわずか5分の1。24年は23年とは違う年になる。そうしなければならない。ウクライナ軍のワレリー・ザルジニー総司令官は12月26日、約30分間にわたって記者会見を開いた。より効果的に行動するための、より多くの人々を救うための解決策の 90% を見つけた。兵器開発がもたらす戦術の変化により、2024年は23年とは違う年になる。いや、そうしなければならない。そう言って膠着するウクライナ戦争を戦い抜く決意を示した。ザルジニー総司令官が会見するのは、22年2月にロシア侵攻が始まって以来初めてのことだ。敵は我が軍に追いつきつつある。ウクライナ東部ドネツク州の激戦地マリンカは2年近く持ちこたえてきたが、通りごと、家ごとに敵に破壊されてきた。今日我が軍は町の北部に泊まり防御線を準備しているが、この集落はもはや存在しないに等しい。そう語り、ザルジニー総司令官は苦しい状況を明かした。我が軍は力の限りアウディーユカを守るつもりだが、もし守る力が十分でないなら兵士たちの命を救う方が重要だ。バフムートであろうとアウディーユカであろうと私たちは自分たちの領土を大切にしている。その力がある限り私たちは領土を守る。しかし、それが十分でない場合、兵士たちを救う方がいい。ドネツク州の激戦地バフムートだけでなくアウディーユカもマリンカもロチェチェン共和国の首都グロズヌイと同じように廃墟になりつつある。ザルジニー総司令官は、2、3ヶ月後にはアウディーユカもバフムートのようになるかもしれない。侵略を止めるため敵兵の損失が何人必要か予測するのは難しい。敵が諦めるまで損失を増やし続ける必要がある。という。繰り返されるゾンビラッシュ。最前線では相変わらずロシア兵はゾンビラッシュと呼ばれる肉弾波状攻撃を繰り返している。死体の山が築かれ、誰も運び出そうともしない。死体は毎日増え続けている。これが自国民へのロシアの態度だ。ザルジニー総司令官は自軍の50万人新規動員について、500人とも400人とも言っていない。決まるまで一定の時間がかかる、とだけ述べた。国家を守る機能を果たすため、武器弾薬、人的資源の要請は継続的に行われている。参謀本部は来年に向け、数字を弾き出した。兵員配置の範囲、新たな部隊の編成、24年の損失予測が考慮されている。軍事機密のため、指標や数字を公表することはできない。ザルジニー総司令官、反攻が不発に終わり、ウクライナ軍の劣勢は明らかになっている。兵員だけでなく作戦に使用できる弾薬でもウクライナ軍はロシア軍に後、奥、レを取る。軍事シンクタンク、英国王立防衛安全保障研究所、RUSI の陸戦専門家ジャック・ワトリング上級研究員は英紙ガーディアンへの寄稿で、ウクライナ軍はまだロシア軍を打ち負かすことができる。しかし、それには欧州からのさらなる支援が必要だと強調している。ワトリング研究員によると、23年3月、欧州連合、EU は1年以内に100万発の砲弾をウクライナ軍に提供すると約束した。しかし実際に送られた砲弾は30万発に満たない。ウクライナ軍は23年夏、1日最大7000発の砲弾を撃ち、ロシア軍の兵站に打撃を加えて、砲兵火力の能力を1日約5000発にまで低下させた。ロシア軍の砲兵火力はウクライナ軍の5倍に達した。しかし今ではウクライナ軍は1日2000発の砲弾を発射するのがやっとだ。北朝鮮の支援を受けるロシア軍の砲兵火力は1日1万発に達した。砲兵火力は戦場の神様とも言われ、地上戦の勝敗を決するほど重要だ。この差はウクライナ軍の相対的な物資不足を物語っており、ドローン、無人航空機などの分野でも数の劣勢は明らかだ。ワトリング研究員、ロシア軍は24年には動員された武器弾薬の生産、イランや北朝鮮からの供給、在庫を利用して約500万発の砲弾を打ち込める。ロシアは北大西洋条約機構、NATO、全軍を上回る数の砲弾を生産している。ウクライナは数ヶ月間にわたって大幅な供給増を見込めない。クレムリンは26年までに勝利できると信じている、とワトリング研究員は指摘する。独大衆紙ビルト紙、12月14日付電子版は、
ロシアは軍需産業を動員し、年10万人以上の兵員を失いつつも、24年末までにドネツク、ルハンスク領州全土とハルキウ州のオスキル川までを占領し、25-26年にザポリージャ、ドニプロペトロウシク、ハルキウ3州の大部分を占領する計画だと報じた。南部ではウクライナ軍がクリミア半島に侵攻するのを阻止することを優先して、ドニプロ川沿いのヘルソン州の前線を現状のまま維持する考えだという。ロシアは停戦交渉に応じるふりをしながら侵略を継続する計画だ。米シンクタンク戦争研究所はビルト氏の報道は長期的な軍事行動に備えるロシア軍の状況と一致していると分析する。ロシア軍がウクライナ西部の国境まで押し寄せてくる恐れも。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は戦略的予備軍を構築するため長期的な再編と増員に取り組み、国民の反発を買わないよう徐々に動員を行っている。一方、米国では一日でウクライナ戦争を解決できると言い放つドナルド・トランプ前大統領が24年大統領選で返り咲く可能性がある。そうなればウクライナ戦争を取り巻く状況は一変する。戦争研究所の分析では、プーチンらロシア当局者が最近拡張主義的なレトリックに回帰し、ロシア軍がハルキウ州での攻撃作戦を継続しているという。そのことを考えると、ビルト氏が報じたロシア軍の計画はもっともらしく聞こえる。西側のウクライナ支援が途絶えれば、ロシア軍の侵略を食い止めるウクライナ軍の防衛能力が崩壊する可能性が強い。トランプ氏はプーチンに性的スキャンダルを握られ、思いのままに操られているとの疑惑は未だに払拭されていない。戦争研究所は、そうしたシナリオではロシア軍は最終的にウクライナ西部の国境まで押し寄せてくる可能性があると警鐘を鳴らしている。実際、ロシア政府高官も現在の前線を越えてさらにウクライナ領土を占領、併合する意向を表明している。ワトリング研究員は、ロシアの敗北を確実にすることは可能だが、それにはいくつかの重要なステップが求められる。まず、ウクライナ軍が24年前半にロシア軍の攻撃を鈍らせることができるよう武器を安定的に供給する必要がある。米国からの十分な支援だけでなく、欧州の NATO 加盟国からの供給も増やさなければならないと強調する。24年後半、25年がどうなるかは欧州が決められる。ワトリング研究員によると、ウクライナ軍の戦力を維持するには欧州各国は軍需産業に投資して生産能力を高めることが決定的に重要だ。反攻に失敗した教訓を生かすため、訓練の改善が最優先されなければならない。ウクライナ軍は5週間の訓練を受けるのが限界で、中隊百数十人以上の規模で集団訓練が実施されることはほとんどなかった。25年にインド太平洋の緊張がエスカレートすれば、米国は中国を抑止するため、空中給油、兵站、防空といった重要な軍事能力をシフトさせる可能性があり、欧州の安全保障は大きなリスクにさらされる。しかし、24年後半、25年がどうなるかは欧州が決められる。これは勝てる戦争なのだとワトリング研究員は力説する。米欧はウクライナ軍にロシア軍に負けない支援を行ったものの、核戦争へのエスカレートを恐れて勝てる支援をしてこなかった。期待された電撃戦による反攻は失敗に終わり、今負けない支援を継続することさえ怪しくなっている。そして国際社会の関心は膠着したウクライナ戦争よりイスラエル・ハマス戦争に移る。アラブ首長国連邦 UAE のドバイで開かれた国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議 COP28 期間中、プーチンは原油価格の下落を防ぐため UAE やサウジアラビアを訪れた。会場に設けられたウクライナパビリオンで案内役をしていたキーウの国立食品技術大学博士課程のアレクサンダー・カイさんは、自分の祖父を殺したプーチンがドバイにいるというのは許せないと吐き捨てた。期間中、気候変動問題担当のジョン・ケリー米大統領特使や欧州各国の閣僚が同パビリオンを訪れたものの、昨年のような一般市民の強い関心は感じられなかった。 COP28 でウクライナ戦争は忘れ去られ、若者たちはイスラエルに即時停戦を求める抗議活動を行った。カイさんは、ロシア軍がドローンの暗視装置を使い始めたというニュースが流れた。彼らは武器を更新している。対ロ制裁が機能していないことを浮き彫りにしている。
ロシアは多くのパートナーを持っており、それが制裁を回避するのに役立っている、という。